秋田は前節から1人変わっています。ゴールキーパー田中、サイドバック飯尾、センターバック千田と谷奥、左のサイドバックは若狭、ボランチは稲葉と山田、右サイドハーフ沖野、左サイドハーフ今日は茂が入っています。ツートップは斉藤啓太と吉田優希の2人です。そしてこちらが長崎のメンバーです。4日前の天皇杯からは2人入れ替わっています。ゴールキーパー富澤、右サイドバック亀川、センターバック新里と二見、左サイドバックは加藤ひじり、ボランチは加藤勝と海洋セザール、右サイドハーフウェリントンハット、左サイドハーフにマイクマが入って、ツートップは上中と名倉の2人です。さあここは茂、ボール収まらず長崎にボール渡ります。名倉が一度さばいていって、海洋セザールから中裏を抜けた形、1対1になるが、ここは田中ナイスセーブを見せました。どのあたりを狙ってくるでしょうか。ファーサイド、まだボールは長崎、この位置からウェリントンハットへ、もう一度これはクロスを上げる海洋セザールのあたりを狙っていきますが、これはディフレクションある、しかし田中ナイスセーブを見せました。まあ、ディフェンスラインの選手が体を張って守ったようにも見えますし、亀川からそのウェリントンハットへ、ウェリントンハットをポジションチェンジをしていって、ここの位置から打ってきました。田中がしっかりとセーブをしています。まあ、秋田の方がファーストディフェンスもう少しはっきりしたいですね。遠いサイド、谷奥が弾き返しました。ここのところウェリントンハットを攻めかけていきますが、ボールを下げていって、もう一度ロングボール、海洋セザールを狙っていったところですが、ここは入りました。ウェリントンハット、ディフェンダーに当たって軌道変わりましたかね。当たりましたね。まあ、ただそこまでのね、こうセカンドボールを狙うところ、二次攻撃に運んだところは良かったですね。まあ、加藤勝選手もいいところに投げて、まあ、セカンドボールへの意識も非常に長崎の方が早かったですね。これは山田に当たって軌道が変わりましたね。まあ、そうですね、ボールに対する反応とシュートのスピードがあった分、山田選手に当たって、さあここのところで競り合い制したのは長崎。マイクマ、縦のボール差し込む、向き直ってシュートまでいけるかどうか。さあここは名倉、前には千田がいますが、田中がセーブ、ナイスキーパーを見せました。まあ、やはり上中選手のキープから、まあ、名倉選手がこの相手の股ですね、はい、千田選手の股を抜いたシュート。そしてここで2枚替え、斉藤啓太と竹早手、そして重平に変えて三上を入れてきました。前線の選手を変えてきている秋田。稲葉中に行って、低いボール跳ね返す長崎、横から三上、ワンツーで交換があって、三上面白い。さあここは竹早手突き刺しました、同点、ワンチャンスを仕留めました。75分交代で入った竹早手、結果を出しました。まあ、今左サイドでシンプルに上げるのではなくて、作りの中から3対3うまく利用しましたね。まあ、このシュートも冷静に流し込みましたし、まあ、そこでターンしたところが非常に大事でしたね。まあ、このシュートもいいコースといいスピード、キーパーとしては非常に届かないところに流し込みましたね。いいゴールでしたね。竹早手、後半は秋田が長崎を押し込んでいます。巻いてきたボール、ここは頭で跳ね返して、稲葉柔らかいボール向き直ってのシュート、これは富澤よく触りました。しかしまだボールは長崎、米田。さあここ胸で落としてマイクマのシュートは田中雄大を収めています。まあ、狙いは良かったですよね。はい、シンプルなクロスだけではなくてね、こう相手のスペースに落とすというボールも、これは少しキックが中途半端になったところですが、さあ裏に抜け出して中村亮太、シュートまでいけるか、中村のシュート、これは富澤抑えています。さあ飯尾、もつり合って藤山から飯尾、さあ井上、これは直接狙ったようなボールでしたが逸れていきました。アディショナルタイム回って、ここで長いホイッスルです。
1対1、秋田と長崎の試合は前半に長崎、後半に秋田、1点ずつを奪い合って1対1ドローということになりました。